大人のザビチャンネルへようこそ。どうもザビでございます。はい、ということで秋の大会2回戦目ということでございます。今回また甲子園を目指していきましょうという状況ではあるんですけど、さっきね、さっき違う前回の動画でね、前評判 A をね、まあギリギリでなんとかかわしたわけなんですけど、今回一体どうなるんでしょうか。今日生放送で配信をしておりますけど、動画の方はこのね見てから、おお、こういう試合やったんやと思っていただければと思います。今22人の方見ていただいてます。ありがとうございます。こんばんは。土類は、豪華客船で荒稼ぎ。そう、実は他のゲームいっぱいやってまして、津田君はいいとして、ちょっとね低評価つけたら調子よかったら出すんだけどな。まあ頑張ってもらいましょう。さあ問題が、和樹さんの調子が悪いんで申し訳ない、楽さんは出します。ここは、ね、調子で変えていきますということで、津田ちゃんは可愛いのでこのまま使います。使うか使うかまたあれとして置いていきます。1番2番がこれだからな、逆にしとこう今日は。大引き1番、ドキドキしながら見る、試合の連続でやった本当このね、このチーム甲子園まで行ってますからね、南銀決勝まで行ってますから、みんな大好きパワーポイント、パワーポイント一丸となってひたすら勝利を目指します。文豪南第2回戦の模様をお届けいたします。 DC マネージャーである。三塁側先行チーム、ゆえや納金ゆえや。で2アウト2塁で、コルスタン強振、強振流し打ち、第9わー、あんまストレート速くねえな。トモエ、このチーム知ってる。第2球何回か戦ったな。打ちました。抜けるか。まあさすがにそこは抜けんかった。山川っていうなんか選手見るとすげえ怖い。おっと1点取った。ノーアウトランナー1塁。2塁。流し打ち。内野フライに倒れています。まあここはしばらく流し打ちで見ていきましょう。1点取ってますよ。第2球投げました。オッケー。入った。よっしゃ。すげえ。ニートであそこまで持っていきますか。素晴らしいね。素晴らしい。チームメイトが迎えます。パカーンって持ってた。パカーンって。さあ大引き。ここは転がすでしょうね。わ。転がすのカードが弱い。1年生。大引き。パチパチパチ。インコース低め。ストライク。わあ、ワンアウトランナー二塁いくよ。初球ストライクから。すげえホームラン。ミートホームランなかなかですね。追い込んでからあんな試合見て、わーおー、残念。動けない選手一番にしてるチームですか。動けない選手。第9投げた。ストレートはボール。大引き一番です。第2球。おっと？おっと抜けるぞこれは。抜けるぞ、入るか。惜しかった。ボールは中継。現実だった本当。ダイレクトでスワーンとライナーで持っていった。さあ猫村さん。今日も打ってるね、小室さんである。投げた。ちょっとね、3番4番も結構いいからね、頑張れ。惜しい。いいスイングですよ。さあ行け。第3球を投げた。打ちました。これは内野ゴロ。引っ張ってよかったね。スリーアウトチェンジ。引っ張り合ってるね、今のね。まあしょうがない。おっと、ずっと俺のターン。第9引っ張り投げた。ストライク。なるほどしょうがない、それはしょうがない。えい、1球目ストライクから第2球投げました。もうよし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 。さあダッシュ第3球を投げました。おお、高めくるね。高めくるね。いけ。強振流し打ち投げました。うわー、打ち上げたか。落とします。ゴロちゃん落とせ。ボールを掴みました。残念。まだツーワンアウトランナー一塁。岡野まだ頑張って投げてくれてんのよな。これ送りバッターでしょ。誰か岡野イディルさんゴール。いやこれ代打でいいかな。4点あるしな。どうせ低評価つけたがいるから、ここは変えていきましょう。さあソロンさん、さあソロンさん出していきましょうかね。片目チャンスメイクか。引っ張り第9投げました。外角高めの直球はボール。さあ4割出した。第2球投げました。うえ、惜しい。ストライク。4割出した。ゴーゴー。第3球やば、投げた。大丈夫、やばけど、おっとっとっと、ゲッツーか。ゲッツーか、残念。ホースアウト。アウト。ダブルプレイ。
ピッチャー変わった後も何気か変わらずずっとのターン、先攻チームリードで迎える8回、ずっとのターンは変わらず調子よくして大引き走っていいかな、これもしかしてキャッチャーの状況見に行きましょう。二見キャッチャー肩 A 肩 B 無理、肩 B 無理、走れません。おかわりは 50m6 秒、やばかわ、さすがに足速いんですよね、実はおかわりくん足速いんですよ、実は。はい、トゥー第2球、うわーゲッツーかー、引っ掛けるな、やたら。おー足速い、惜しい、惜しかったね。8回の裏ワン、ツーアウトランナー1塁で低評価つけたが頑張ってる、揺さぶる、揺さぶるからの調子を上げる、少々上げる下げる上げる下げる、低評価、低評価よかった、低め初球でストライク、まずは入れてきました。さあ元気でしょう、第2球、うわちょっと高めですよ、それはなった、それはちょっと高いですね。変化球中心の外、第3球を投げた、オッケー、中原くん3ナイス、スリーアウトチェンジ、オッケーオッケー、さあコールさん続けましょう。さあここは守備を変えてくるようです。いよいよ最終回を迎えました。今日2打点を挙げています。さあ黄色、これ以上ないぐらい黄色い線、第3盗塁をキープする、そうなんですね、おかわり君を盗塁王、あんだけホームランも打ててね、盗塁王やったらちょっと怖いもんありますから、あらーみたいな、ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、相手の守備の上手さだけが、まあまあこっちだってほら守備してる機会がありませんからね、打ってるばっかりですから、打ってるばっかりなんで、ラクスタンでもサードがいるか、須田君がサード守れるんで、ラクスタンと、佐世さんを変えていこう、間違えた、変更変更、よいしょ、先行チーム、サードはちゃんと守れる選手いますからね。で代打、代打津田くん、ピンチヒッターは津田、津田くん、津田ちゃん、さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか、第9投げました、おー初球は走りゃよかったわ、あら走りゃよかったな、もう一回待ってみるか、第2球ボール、これでも入れてきそうじゃない、入れてきそうやな、エンドラン、一塁ランナー出た、うわーうわ、カーブでアウトで、おいカーブでアウトでなかなかなもんやぞ、お前頑張れや、待って、どういう状況、ここまで2打席連続三振、サードは誰が持ってんの、あ、和樹さんが持ってんや、あはは、普通に守ってくれてた、じゃあピッチャーを片っ端から変えていきましょう、次男さん先に出すか、先行チーム頑張れ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 、守備に気合を入れます、ファイト、さあ調子を上げることができるか、内角、第9、さあ抑えよう、見送ってストライク、さあ抑えていきましょう、さあ次男さん頑張って仕事しようかね、投げました、オーケー、インコース入ってなかった、やっぱね、なかなか放送にまで来れた人が来れなくなったりするのは寂しいがありますからね、どうだ、オーケー、そのままベースに入ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターはピッチャー、ともえ、今日はここまで3打数1安打、先行チーム、ダ君、返る必要ないか、さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか、なんか分からんけどカードを使っていこうという作戦ね、投げました、いや、早いな、おい10.8 の防御率じゃねえぐらい球速いな、投げた、打ちました、ああ抜けた抜けた抜け散った、トモエいいバッティングを見せました、さあここはちょっとピッチャー交代するのが怖いのでそのまま行きましょう、インコース低めいっぱい、うん、初球はね、まあ、いいとこ決めてくれるよね、2球目が甘いんだな、牽制球、あらららららボールがボールが濡れてるんだ、投げた、オッケー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 、臭いところに投げて三振が欲しい、第3球を打った、引っ掛けた、ゲッツーか、大引き、ゲッツーなし、一塁送球アウト、さあいよいよ、さああと1人、あと1人、ピッチャー交代、ここまで2打席連続三振、先行チーム、さあ初めて出したのこの、なんだろうな、綿あめみたいなやつ、投手の回上げて、綿あめです、頭は綿あめと呼んでください、関係、投げた、もう左から左か、第2球、ファイ、変化球ストライク、内角高め、クソ濃厚じゃねえかお前、猫バレーン、オーケーオーケーオーケー、1球1球に魂を込めて投げ込みます、マウンド上は白石、ほっ投げた、オーケー、勝った勝った、バットが空を切りました、いやいい、いい色、いい色の女の子たちばっかりだ、女の子かどうかは知らんけど、勝利しました、ありがとうございました、よし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 
今日はあっさり勝ちましたよ。いやコルルさんのあの逆方向のあのホームランやばかったね。おめでとうございます。おめでとうございます。バッハ、なるほどバッハか、色違いなのか、色違いって何やった、勝った勝った。いやーすげえ、コルルさんのあの球やべえ。なんで呼吸が上がったかわからんけど、須田くん出したら見てわかった。そのそのパワーも C まで上がったね。まあ本当は B がね今からどんどん増えてくると思うんですけど、まあいいんじゃないですか。よしよしよし、2回戦目突破ということは、突破ということはですよ、もうこのままいけば県大会は間違いなく県大会なんで、県大会2試合勝てば、春の甲子園が見えるということでございますね。はい、ということで生放送の方はもうちょっとお付き合いください。動画の方はここまで。よかったらチャンネル登録ぜひお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃーん。